スベガス各地でエナジーコアを襲撃していたシャボンモンスターたちの動きに変化があったようです。現在、街の中心部にある第3コアに向かって各地のシャボンモンスターが集まるような動きを。こちらグウィン、次の拠点へと到着した。これよりミッションを再開する。何のようだ。クリームも大好きメルティーズ、公園のエナジーアイスクリーム持ってきたよ。一口食べればテンション爆上がり、スーパースタースキルを打てちゃうよ。これで我が教えエンペラーマーチを放つことができるな。しかしグイ、お前は仲間との通信を切り、一人で戦っておるつもりのようだ。今のメルティしかり、良い仲間に恵まれているな。良い仲間か。グインは神なの。そしてグウィンより通信要請聞こえるか、トニック。わー、グウィン大切に繋いでくれたんだ。こっちは大丈夫？ああ、問題はない。それより、さっきはすまなかったな。勝手に回線を切ってしまった。うん、別に気にして。我が家族は南極にいる。実家の氷の上で今も肩を寄せ合っているのだ。その氷を元に戻すために賞金を手にすべく我はフォームスマッシュに参戦している。それ以外の戦いなど無駄だと早合点していた。だがこの星を守るために必要な戦いだったのだ。我は力を尽くすつもりだ。それはいいのじゃが。どうかしたか。いや、普通に考えて。お主、謎が多すぎるぞい。そもそもお主は何者なんじゃ。我はペンギン代表、名はペングインだ。なぜ人間のお主がペンギンを代表しておるんじゃ。何を言っている。我はペンギンに他ならん。そんな中、グインの後を追いこの地に降り立ったペンギンがいた。え？この声は母さん。そう、このペンギンこそ他でもないグインの母さんであった。もはや言うまでもなく、グインは母さんのという鳴き声を当然理解できるのであった。
何ですと？こんなこともあろうかと作った発明品、その名もペンギンご翻訳機。スイッチオン。こうして一同はグインと母の語らいに耳を傾けるのであった。グイン、元気そうでよかった。グインの母がやってきたことには深い理由があった。その真相やいかに。完了だ。グウィン、怪我はなさそうね。よかった。母さん、あなたが南極を出てからずっとずっと心配だった。あなたは沈む氷をどうにかしようと勇ましく羽ばたいていった。正確には歩いていった。我はペンギンだからな。あなたはペンギンね。そのことでね、話があってきたのよ、グウィン。そのこと？グウィン、あなたはね、本当は母さんの子じゃないの。母さん？一体何を？まさに一体何をそんなに驚いているのか、見た目からしても明らかだろう。そう思ったのはガイアだけであり、グインにはこれ以上ない衝撃であった。どういうことだペン、我が母さんの子じゃないって。グイン、あなたはね、人間なの。忘れもしないあの朝、海を眺める母さんのもとへ、どんぶらこうどんぶらこと何かが流れてきた。それはあなたを乗せたゆりかごだった。母さんも父さんもどこから流れてきたのか、人間がいないか一生懸命探したわ。けれどどこにもいなくてね。それで決めたの、私があなたの母さんになるってね。そうしてあなたはペンギンの子になったのよ。ミッションスタート。ラスベガス各地でエナジーコアを襲撃していたシャボンモンスターたちの動きに変化があったようです。現在町の中心部にある第3コアに向かって各地のシャボンモンスターが集まるような動き。
誰が、本当は人間、人間だと、そんな、バカな。グーに驚かせるようなことを言ってごめんなさいね。母さん、我らはずっと一緒だった。思い出だってたくさんあるペン。ええ、たくさんたくさんね。母さんと初めて海を泳いだこと、一緒にオキアミを取ったこと。ええ、あなたの無邪気な笑顔、母さんだって忘れたことなんて何一つないわ。だからこそ、あなたが人間の世界に旅立って、母さんはずっと心配していたのよ。ご飯は食べられているかしら？ちゃんと眠れているかしら？いつもの可愛い笑顔のまま、いてくれているかしら？グインはきっと元気でやっているって言い聞かせたわ。そんなことを考えているうちにね、そう思ったの。人間の世界でやれているなら、あなたはそこへ戻った方が。それを伝えに来たの。今まさに危険な戦いに挑んでいるあなたが心配でね。南極やこの星のことも大事だけれど、自分を大事にしてほしいのは一人の人間である。レベルのエナジー反応じゃ、強敵が来るぞい。聞こえておるのか、グイン。我が人間だとしても変わりはないさ。母さんが我を救い育ててくれたことも、母さんが我の母さんであることも、誰が南極の実家を救うことも、人間だとしたって我はペングイン、ペンギン代表だ。これはカル、世界を滅ぼさんとする奴らを、そしてその先で我が故郷を救うのだ。グイン、世界を救うってなら強いスキルが必要っしょ。ん？その声はアギトか。俺のサポートスキル使ってみるといいっしょ。お前のヒレの形は気に入らんが、その行為には感謝する。
これまでとは比べ物にならない強さのシャボンモンスターたちが来るぞい。我の敵ではない。さっさと倒し、いつものように眠るさ。我はこの地でも立っている。いつも母さんたちとそうしていたようにね。よし、掃討完了だ。グウィ、やったね。グウィ、あなたの思いは受け取った。あなたが母さんや南極を大事に思ってくれるのは嬉しい。でも気をつけて。無事に帰ってきてね。ああ、我は負けまっぺん。頑張っぺん。いよいよだ。奴が来る。ねえ。来たな、ダークメーネル。まだ一つもエナジーコアを破壊できないなんて。奴らはセントラルコアに向かってる。ああ、逃がしはしない。